はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、皆さんはザ・ビーステッド・アルバロスというモンスターをご存知でしょうか。これはあのビーステッドの王ですね。はい、これがまあもマジで採用してる人誰一人いないんですけどビーステッドってもう基本的にはそのルベリオンとこの4体のあのビーステッドが基本ムーブなんで、もうほとんどこんなモンスター採用されてないんですけど、これをね今日はね使っていきたいんですよね。これどういうモンスターかっていうと、あ、こちらにストーリー上ではかなりラスボス感があって、あれなんですよ、ビーステッドのなんだろうな、最終形態なんですよね。これがこれをアルバス君たちは、まあ、倒そうと頑張ってるみたいな感じの世界観になってるんですけども、これどういう効果を持ってるかっていうと、まずこのカードは通常感できませんと。で、自分のフィールドのビーステッドモンスター2体をリリースしたら、手札墓地から特殊ができるっていう、まあ、そこそこ重い条件で出せます。ビーステッドを2体盤面に用意しなければならないと。まあ、これ結構ね、あのね、その3ターン目とか4ターン目とかになってくると割と出るんですけど、やっぱね、初手で出せないと意味ないんですよ、これ効果が。これなんていうかっていうとね、この方法で特殊化したこのカードがモンスターゾーンに存在する限り、フィールドの表側表示の儀式、融合、シンクロ、エクシーズ、リンクモンスターの効果無効化されるっていう、なんか全てのモンスターの効果を無効化するってガチでやばい効果。まあ普通の効果モンスターとかの効果は完全に通っちゃうんですけど、そのエクストラデッキから出てきたモンスターとか儀式モンスターの効果はもう完封できると、そういうね効果をしてるんですよ。でしかも3500の打点があると、これめちゃくちゃ強くてね、なんか例えばミラージードとかのあのフィールド出る効果は効かないし、あとなんだろうな、リンドブルムとか、ああいう今の流行ってるのとか、ああいうモンスターの効果全部効かないですね。はい、でしかも3500ある、かなり突破しづらいと思います。で、表側表示のこのカードがじゃあ相手の効果で離れた場合、フィールドから例えば、まあ、じゃあサンダーボルトとか打たれましたみたいな、まあ、サンダーボルトとか結構効くんですけど、普通にブラックホールとか打たれましたみたいな時に、相手のエンドフェーズまでお互いのエクストラデッキの裏側表示のカードを全部表側で除外すると、だからそのターンエクストラデッキ使うなっていうことができるんですよ。だからこれ処理は、まあ、一応できるけど処理してもめんどくせえみたいな、そういうね、あのモンスターになってます。で、これを出していくにはビーステッドも2体盤面に用意しなければならないんですね。で、これがね難しいんですよ。で、今回はドラゴンリンクのあのギミックを使ってます。あのドラゴンリンクってね、あのいつもだったらサベージ出してるところをカオスルーラーにすると結構2体並ぶんですよね、ビーステッドが。まあ、ビーステッドをサーチする実質あのカオス動きができるんで、カオスルーラーって。で、しかも墓地にあのルベリオンがあの落ちやすいんでね。なんで、カオスルーラーリリースしてリブリオン出して、で、あのサーチしてきたなんかビーステッドをあの出せばもうそれで確定なんですよ。で、アルバロスはサロニールかなんかであの送ってあげればいいんで。なんでかなりカオスルーラーが出しやすくて、盤面にモンスターも強いモンスターも並びやすいっていうことで、今回はドラゴンリンクの、ギミックを使ってます。これ相性が悪いのはアルバロスが全部の効果無効化するから自分のモンスターも無効になるんですよ。だから一応盤面上はドラゴンリンクのバレルエンドドラゴンが出るんですけど、バレルエンドドラゴンプラスアルバロスになってバレルエンドの効果が無効になるんですねなんですけど、アルバロスを相手に今度除去すると今度はこっちのバレルエンドが有効になるみたいな、なんかどっちもめんどくさいみたいなそういうね、ギミックになっています。はい、それでは早速ね、この史上最強モンスターのパワーを見せていきましょう。弱点めっちゃ多いけどデュエルスタンバイ。なるほど、割と手札は強そうだな。ハッカーのあるからウララとかゾウジとかケアできるし、ザ・ビーセット・ルベリオンくん来てるし、でザ・ビーセット・ルベリオンってだから皆さん何を持ってくると思いますか。マグラムート皆さん持ってきますよね。僕はね、アルバロス持ってくるんですよ僕はね、アルバロスを持ってくるんですよ。なんでかっていうとこれが出したいからですよね。これはこっちのサーチがいいんで、これ今サーチしとくしかない。これ一旦ちょっと竜の警告を発動しまして、で手札をぶん投げましょう。光かな、さすがにワイバースターですね。ワイバースターをぶん投げて、でアブソルーターも直る、トレーサーがないからトレーサー持ってるしかないから、トレーサー、あ、はい、コラップワイバーが結構ね、これ採用難しくて、いっぱい引いてれば引いてるだけ貫通弾にはなり得るんだけど、ちょっと初動になってない時もあって、要は墓地に光か闇ないと出せないから、そこがね難しいところであるんですよね。だからまあカオステリトリーとはめちゃくちゃ相性いいですよね。まあ、だから3つ見せるんだけど、で、ストライカードラゴンを陸召喚成功時効果発動、
でバイバーサーペントムーブをします。でリボルブのセクターも持ってきます。まあワイバーだね、まあ、いつも通りだなこれは。でコラプサーペント除外で、除外ゾーンにはやっぱり基本的には通常召喚ができないっていうモンスターを置いといた方がいいですね。なんでかっていうとカオステリトリーのそのなんか除外ゾーンに置いてあるやつ戻しワンドローの効果が使えるので、それをね使った方がいいんですよね。ちょっと警告引いちゃってるから、まあ、ここストライク、ロムロスである必要はあんまないんだけど、まあ警告かといって天球使ったところでリンクストライクなんかあんま意味ないから、まあ別にロムロスでいいかなっていう話はある。召喚権使ってないから、まあ一応 リボルブドセクター効果発動してから特殊召喚かな。まあこれ別に良かったな、別にこれリボルブドセクター手形に残しといても良かったですね。これ言うて貫通できないし、召喚権は余ってるとはいえ、別に召喚権余ってるからなのかみたいな話あるから、今のは別に警告残しといても良かったかもしれん。でトレーサー、はい、あ、じゃあストライカー、はい、ででピスティ、はい、はい、でピスティ行こうか、自分の墓地からトレーサー特集な、トレーサー特集 OK で、こうして、はい、でストライカー効果デリンジャラスを破壊して、リチャージャー回収で、リチャージャー効果自分の墓地のバレット特殊召喚して、で特殊召喚成功したんでデリンジャラスが戻ってくるから、まあ1枚モンスターが増える。でリンク5、現れろ我が道を照らす未来回路、召喚条件は効果モンスター3体以上、現れろリンク5バレルレッドドラゴン、かっけえこのリンク、このリンクマーカーかっけえ、マジかっけえこのリンクマーカーで、バレルレッドドラゴンの効果発動、バレットトレーサーを対象に取りそのモンスターの効果を無効にし、自分の墓地からバレットモンスターを特殊召喚、そしてバレットトレーサーに、まあ、バレットリチャージャーにバレットトレーサーをチューニング、新規の召喚あらあれよカオスルーラー、え、そっちっていうね、まあいつもは皆さんサーベージ出してると思いますけど、いやこれでこれでめくれないとやばい、これちょっとビーステッドめくれてほしい、ビーステッドビーステッド、やばい、危ない危ない危ねえ、危なかった危なかった危ねえ、あ、でも獣行っちゃったか、獣行っちゃうのちょっと微妙ですけど、まあしょうがないか、まあ一回テリトリー効果発動して戻しておきましょう。まあデリンジャラスでいいですかね、デリンジャラス戻して増人戻ってくる、あーいいね強いね。でそうこれね、カオスルーラーをリリースしてね、ルベリオが帰ってくるから、これでビーステッドの数1個稼げるんですよね。はい、でルベリオンからの効果発動、ちょっと福楽院しかないから、もうこれ福楽院だな、クラクインだ、はい、でサロニールですね、サロニール効果発動、これでビーステッド2体です。で除外するのはまあ別に何でもいいんだけど、まあストライカードラゴンでいいか、ストライカーを戻しておこう。でフクラクインの効果も発動するので、まあここでマグナムムートとか引けると結構熱いですね。でフクラクインの効果発動、ストライカーを戻してワンドロー、あー今あんまりやらないかな、今あんまりやらないな。でアルバロスだね、もういいや、もうこれなんか召喚権使ってないから、まあでも、まあんま関係ないから、サロニール効果増でこれでまあ、マグナムートなんかどうしといて、フクラクインのマグナムートを蘇生すればいいわ、相手さんにバルドレークでもいいけど、これでいい。でカード1枚セット、これでエンドでいいんじゃないかな。これでアルバロス君はフィールド上に存在する限り、儀式シンクロエクシーズリンクモンスターの効果、融合シンクロ、儀式融合シンクロエクシーズリンクモンスターの効果全部無効され、つまりバレルエンドドラゴンの効果も全部無効になっているぜ自分のモンスターもろとも効果を無効にしているぜあ、アナライザー君が、これはまあ、魔法トップなんか、これはね、エクストラ、あー強いね。まあ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 、いいや。エクストラデッ
キから出てくるデッキだね、あれは。まあ多分これアタマシアでしょ。アタマシアってさ、メインデッキのギミックでこの盤面突破できなくねえかな。3500は突破できないと思うんだよな。だから多分エクストラ使うしかないんだけど、エクストラデッキのモンスターは、福楽園効果、福楽園効果で、マグナム特殊、マグナムと特殊召喚成功でエンドフェイズに B セットをサーチするという効果。 B セット刺さんないから、このデッキ地属性とかばっかりだから、でそれは強いところだよね、アダマシアの。はい、サプライヤーサンドマン、はいはいはい、全然いいですよ。要はメインギミックだけ、メインデッキのギミックだけでアルバロスを突破しないと基本的には相手いけなくて、まあ、もしくは3500を出すか、3500超を出すかで、3500超でなんか突破したら今度はエクストラデッキ全部除外されてバレレンドが復活するみたいな、クソめんどくさい盤面ではあるんで、まあ、割と強い盤面ではあるんですよね、これ。バレレンドの方が向こうにあってるよね。でプランキッズミュー、はい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 、どうぞ。これね、ビーステッドに弱いですね。楽園の獣に弱いです。アルバロスが破壊されるんで、一応そこがちょっと若干弱いところではあるな。バレレンド破壊されてみたいな動きされるから、まあちょっと墓穴の示しをとくか、もう打つもねえし。はい、でロック一応除外。いやこれサロスエレス入ってるとめんどくさいか。サロスエルス入ってるとアルバロス、でもアルバロス処理されるとアルバロスの効果が生きてて、さらにバレルエンドの効果でサロスの効果も効果できるんで、まあ、全然大丈夫だわこれ。サロスエルス入ってるも多分大丈夫、なんだかんだアルバロスもバレルエンドどっちかは生き残るから大丈夫この盤面やっぱうぜえな。この盤面アルバロス破壊されるとバレルエンド復活するってのがめっちゃうざいんだよなめちゃめちゃにうざいんですよね。展開はめちゃくちゃしてくるな。さすがだな、メインデッキの展開力はえげつない展開力持ってるな。 C か、はいはい。なんかさ、こんだけやってったところでさ、なんか何ができんのこの人。まあ結局ね、アレバロスをねなんとかしないとね、相手なんもできないはずなんですよ基本的には。カトルに出てきた。なんか無限にモンスターは並ぶけど、だからなんだかはすごい。マジでさ、こうやるとしたところでさ、マジでサロスエルスくらいしかないんじゃないの。アクセスコード投下、いやまあそれも無効になってるから意味ないんだけどね。打点が上がるとかいう効果は一切適用されないから適用されない。あで待って、これもしかしたらアクセスコード、あ自分でね、あーそれはうまいね、それはうまいわ。なるほど、あそれうまいな、なるほどな、そういう突破法があるのか。フィールドのモンスターじゃないからね。まあアルバロスの効果で、お互いのエクストラをすべて除外するという効果で、福楽院の効果は発動せんくてもいいや。これ全部除外してで、福楽院の効果発動して戻してあげればいいから、何か戻してあげるよ、何か戻してあげる違う、俺のカード戻そうサベージちょっと一回戻して、で今度こうなってくると、今度はエンドの効果が、有効になってるんです。今エンドが復活して、エンドの効果でなんか相手のカードの効果無効にしてモンスター出せるよっていう効果になってるんで、アルバロスをめっちゃ頑張って相手処理したけど、今度はバレルエンドが立ちはだかるとだるいですよこのデッキは。だるいですよ非常に。エンドフェイズいいでしょうマイクしたら全部吹っ飛んでるからね、相手出す動作ないから。はい、でドキドキ、はいどうぞ。でバレルエンドの効果を発動しましょうか。でモンスターの効果を無効にしながら、バレットモンスターを特殊召喚。さあ30秒しかない、残り時間が。ただまあ復活するから多分なんとかなる。 OK で、マグナムートの効果で手札に加えるカードをルベリオンにして、でアルバロスの効果を適用してエクストラデッキからカードが戻っていく。 OK よーし、あとは殺すだけやな。デスロードも来た。 OK ルベリオンの効果を発動。このねアルバロスのね、そのアルバロス処理したら今度エクストラデッキ使えなくなるっていうのがね、まあ、素晴らしくうざいね素晴らしくうざい。
素晴らしくうざいと言っておこう。で、バレルエンドの効果を発動。相手の効果を無効にして、自分の墓地のバレットリチャージャーを特殊召喚。OK。で、一回サベージ出そう。サベージ出して、ほい、ほい、ほい。で、サベージ効果発動。リンク、モンスターを装備。ほい、ほい、ほい。で、バルドレイク出そう。で、福楽院あるから除外して戻しておきたいモンスターを、これもう一回、アルバロス出るな。わっちこれ、もしキル取れんかっても、もう一回アルバロス出るぞ。やべ、時間ね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 、やべやべ、ちょっと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 、やべやべ、はい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 天国足り足りあ足りてる。オッケー、危ねえ。対戦ありがとうございました。アルバロス君の強さ、これ見せれたんじゃないですか。深淵の王の力をね、感じ取れたんじゃないでしょうか。あ、これは割といけそうではあるね。カオステリトリーからアルバロス爆誕させて、まあこれあのドラゴンリンクのムーブなんでね、基本的にはまあドラゴンリンクムーブをすればいいんですよ、基本的に。強い。自分の墓地に存在するカオステリトリーの効果を発動。カオステリトリーの効果により、除外されているカードを戻し、カードを1枚取る。さらにデストルドーの効果を発動。レベルを1にして特殊召喚をしておくぜ。そしてカオスルーラーの効果。カオスルーラーの効果により光属性と闇属性のモンスターをゲームから除外し、自身を特殊召喚。そして闇属性ドラゴン族シンクロモンスタープラスチューナーモンスターのシンクロ召喚条件が整ったため史上最強モンスターエンマリウレッドデーモンアビスシンクロ召喚。ただこいつらの効果は今からもろとも無効にします。なぜかというと史上最強モンスターが墓地にいるからです。これがビーステッドの王、ザ・ビーステッド、アルバロス。このモンスターが存在する限り、お互いのフィールド上の表側表紙の儀式、融合、シンクロ、エクシーズモンスターは全て効果が無効化される。つまり俺のモンスターの効果も無効化だ。俺のモンスターの効果も完全無効化だ。ドヤ顔で言ってるけど、あの強い効果ではないんですよね、だから。全ての効果を無効化されているため。バレレンドとアビスただのバニラっていうね、今バニラ3500、バニラ3200で、まあ一応無効化される効果持ってる3500みたいな感じです。はい、結構だからね、まあ言うてでもね、これねうざいんですよ。あのアルバロスをなんか無限保養とか言って無効にすると、今度バレレンドが無効にならなくなって、バレレンドとアビスが復活するみたいな感じなんで、これねなんだかんだうざいんですよ、非常に。はいね、こうなるわけですよ。なんかこのバッテンマークついてるけどね、バッテンマークついてるけども、え、アルバレナツとかいうモンスターの召喚状況おかしいだろこれ。誰だよこのモンスター考えたやつ。あーなるほど、これもいけそうですね。大ってかビーステッドめっちゃ人強いのこれ、普通に普通に強い。ビーステッドマジでザ・ビーステッド一気みたいな反応やってよこれ。結構嬉しいねこれ。これ盤面めっちゃ強くねこれ、やっぱ。いやこれめっちゃ強いってこれ。で、ビーステッドアルバロスを爆誕させていきましょう。
ビーステッドモンスターの魂を2体墓地を振り現れろザ・ビーステッドアリバロス、ターンを終了するぜ。さあこれによって貴様のフィールド上の、まあ貴様というか俺のフィールド上もなんだけど俺のフィールド上もなんだけども、これはどうしようかな、バルドリクいっか。バルドリクが一番、妨害になりますね。フィールド上の儀式融合シンクロエクシーズリンクモンスターの効果は全て無効化される。最強はゴードンいいでしょう。まあちょっと一回増あの増殖打っとこうか。本当はまあもうこの場面作ったらあのドローフェイスルとかいいね。賛成の際ケアでね、結構ねビーステッド環境だと賛成の際意外と強いと思っていて、やばいやつ来た、ガチでやばいやつ来た。重装本社弁慶来たんだけどやばいやばい、ちょっとあいつはただの効果モンスターだから別にアルバロスで向こうにはならない。やばいやばいぞ、それはまずいぞ。ちょっと待って、ちょっと待って、やばいやばい食られんと、なんだっけこれ、チャージ1度ぐらいかなって、装備オンスター直接攻撃いける。あちょっと向こうにさせてもらいたいんですけど、向こうにさせてもらいたいんですけどおいアレバロスケ、アレバロスケ、アレバロスケ、君僕のモンスター効果も無効化しないで、ちょっと相手だけにしてくんないかなやばいやばいってアレバロスケ、ちょっと、ええこれなんでさ、どうして全部無効にしちゃうの